ラッピドキロリットルは、マレーシアのクアラルンプール及び、隣接都市で運行されている、公共交通システム。鉄道とバスの路線で構成される。マレーシア財務省参加の交通インフラ事業会社、プラサラナマレーシアによって運行されている。2019年7月現在、以下の5つの鉄道路線が運行されている。そのうち3路線が、LRT に分類される。 ライトメトロで1路線がモノレール、1路線が MRT であり、LRT1 路線、MRT2 路線が建設中、1路線が計画中である。3号線と4号線はスントゥルティムール駅チャンソーリン駅間の11駅は共通区間である。9号線スンガイブローカジャン線の第1期の航空は2016年12月16日。 第2期の航空は2017年7月17日に開通。このうち5号クラナジャやセント9号寸前、ブローカジャン線は近く間を含む路線である。ラピドクル社のバスラピッドキロリットルはクアラルンプールを中心として以下の B、U、T、E の4区分を中心としたバス路線を運行している。ビリクアラルンプール市内だけを周回有効外と 市内ハブを結ぶ路線 T 郊外だけを周回 E 郊外への急行ワンマンバスで料金均一先払い BU は角 2RMT は 1RM 料金支払い時に1日乗車券を受け取る同じ BUT の記号のバスなら1日乗車券を見せれば1日中乗り放題 E は急行で片道券 3RM1 日乗車券 5RM 2015年に運行を開始したバスラピットトランジット路線ありがとうございます。